えー、この動画ではジャマイカ人の特徴ということでお伝えしたいんですけども、まあ、あのイメージ通りありラテンのノリで、えー、と僕もあの大好きなクールランニングという映画がありますけど、まあ、あれ見てもやっぱジャマイカ人のイメージというか特徴は分かるのかなという感じですね、まあ、ドレッドだったりとかそういうイメージなんですけども。 えとポイントとしての注意点なんですけど、ジャマイカ人の彼、まあ、あの日本にもたまにいたりするんですけども、も、えー、恋愛する場合はあのすぐに本気にならないことが大事ですねあの、ちゃんと会話をして、まあ、これ、外国人全般にも言えるし、あの結構、日本人女性ってあの、言い方悪いんですけど、なめられてる人が多いので、あの外国人からね、なので、あのきちんとあの会話をして、えーと、しっかりデートして、あのただなんか、 えとやらせるみたいな、そういう風にに、ね、ならないようにあの注意していただきたいなと思います。はちゃんとした方がいいいですねということで、えーとまあ、ジャマイカ人の人もね面白い人結構いたりするんですけど、あのーまあ、ちょっと軽いような人も中にはいるので、ちょっと気をつけていただきたいかなというところですね。まああのー、女性は本当に、まあ、日本人の好みじゃないかなとは思うんですけども、まああのー、もちろん綺麗な人もいますし、いろいろなタイプがいます。性格は結構明るいですね。 ということで、えっ、ー、と、まあ、ジャマイカも、あの、移住の候補地にしてる人はいるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、どこに住んでも仕事、収入がやはり問題になるということなので、ブログで解決しましょうという提案をしています。えー、ブログ作成代行サービスですね。えっ、ー、と、無料のメールマガジンの方でご案内してますけれども、えっ、ー、と、稼げる状態のブログを作って渡しますという、えー、ブログ作成代行サービスを提供していますので、本、えっ、ー、と、まあ、ジャマイカも含めて海外移住とか、あとはその、独立ですね。 本気でしたいというあなたはぜひ利用していただければなと思いますありがとうございます。